おはようございます。速稼塾の久保でございます。今回お歳暮から学ぶビジネスという、ね、形でお話しいただいたんですけども、まあどうしましょうかね。お歳暮おめでとうございます。私のところにもね、お歳暮は結構届いていたりとか、今回大和くんのねお祝いとかが来て、大和くんのお祝いって結局100名ぐらいの方ね、90何名の方がいろいろと送っていただいて、これからね返すのが大変なんですけども、あとはねメールとか動画のメッセージ、こちらの方は200件ぐらいいただいて、非常に多くの方が今回ね大和くんの誕生を意識してくださったことと、あとはそれと他にお歳暮といいますかね、私なんかのために本当にありがとうございます。これからもね皆さんに受けた恩を返すつもりで、本当にやらせていただきますので、もうね有料商品は売らないと、売らないっていうかね、もう売ってもいいんですけども、価格をつけたりとか決済する手間をかけるのがお互いにねもう面倒なんですよ。だからそれだったらお金が欲しいとかなんとかじゃなくて、お金を取るのが嫌とかなんとか抵抗があるとかじゃなくて、手間を一つでも減らすときに決済をしないっていう風な手間の減らし方が私のできるサービスかなと思うわけですよね。まあでもそうは言ってもね、ビジネスにビビってやってないんじゃないかっていう声も徐々に届き始めました。大丈夫です。去年も1000万を6本ぐらい出してますんで、売れると思います。1000万ぐらいだったら。でも私はまあそのね1000万の商品ばっかりをこう売りたいわけじゃなくて、まあ低価格でもいいんじゃないかなと思うんですよね。3000円とかね、5000円とか1万円とかね、そういったものでも十分それ以上の価値を提供すれば喜んでいただけることができるんで、何もね価格の高いものばかりが価値の高さではないと思うんですよ。あえて価値の高いものを低価格で出すことによってさらに価値をね増幅してみせるみたいな作戦もありますね。さあそこでですね、今日は2つのことをお伝えしましょう。1つはですね、ビジネスをするものが媒体が育てられないっていうね、このちょっとこう残念さっていうのに以前から言及してるんですけども、ビジネスを教えてる人ってのは要するに集客が得意な人であるはずなんですよ。でもそういう人ってのはとんと見ないですね、集客が得意な人っていうのが。でどちらかというと人を嫌がってるんですよね。人間関係にストレスだとかね、人見知りをするとかね、どうもそういうの得意じゃないんですよとか、でそういう人が、まあ、ビジネスをねなかなかうまくいかないんじゃないかなと思います。もちろん全くダメってわけではないんですけども、大きく当てることはできないかなと思うんですよ。だからやっぱり人気者でないといけないんですよね。で自分が人見知りだからって言ってそれを他者に押し付けていくんじゃなくて、人見知りなんだけどもへりくだって相手に接していく、愛想よく過ごすっていうことが、まあ、できないとなというところなんですよ。もう自らの苦痛を無視してビジネスに頭を下げていく、ビジネスの道をまっすぐ行くみたいなね、本当にビジネスをやってるんだとそのぐらいやればいいのになと思うし、そうなると媒体っていうのはできていくんですよ。大きく媒体ができないっていうのはいろいろ言い訳はしますけども、いろんな人はね、媒体ができないってことはもう一人にね魅力がないってことなんですよね。それは厳しいですけども、逆でから見たらよくわかるんですよ。ファンの数が50人とかね、50人に対してしか影響がないと、影響力がないと。で1000人だったら1000人に対して影響力があと、1万人だったら1万人に対しての影響力があるっていうふうに考えることができるんですよね。だからここはビジネスっていうものに絞ってですよ、ビジネスってものに絞って言えば、集客媒体が大きくできない人はちょっと厳しいんじゃないかなと思います。他の人が大きくなるわけですから、自分はちっちゃくていいんだよって言っても他の人が大きくなれば相対的にこの世界は潰されるわけなんですよね。だから続かないビジネスになってしまうんで、せっかくいい商品をお持ちだったらその商品の良さをもっともっとね伝えていくことによって媒体を大きくすればいいんじゃないかなと思うのが一つですね。で二つ目なんですけども、子供にちなんでお話しますね。子供っていうのは運っていうのを持ってます。いい運悪い運あります。でその運っていうのは子供にとっては運なんですけども、親から見るとこれはね作られてるものなんですよ。要するに親が一生懸命頑張ってお金持ちになりました、そして人間関係とっても豊かになりましたっていうところにポンと生まれる子供は運がいいなってなりますよね。でもその運っていうのは親が作り上げたもんなんですよ。ずっとコツコツと積み上げて作ってきたもんなんですよ。で運が悪い子供、子供が生まれてああうちは運が悪かったなって思う、どういうことかっていうと、親が魅力がない、頑張らない、結果を出さない、お金もない、こういうところに生まれてくると親としては好きなんですよ。好きだし尊敬はするんだけども、でも運が悪かったなっていうのがねついて回っちゃうんですよね。でそういうふうに私捉えた時に、子供が運がいい状態の家に生まれてくるためには、あ俺がその運を作んないといけないなっていうふうに考えたんで、まあ今に至るって感じですか。私はそれまで20代30代はその運の悪い
家に子供を迎えちゃねダメだなと思いまして、ちょっとまあただモテなかっただけなんですけども、まあそういうことにしてくださいいうふうになりましたね。まあこの考え方っていうのはねちょっと偏ってるかもしれないんですけども、まあこういうふうにいろんなことを考えながら生きているっていうことですよね。お歳暮から学ぶビジネスとは全く関係がないんですけども、お歳暮から学ぶビジネス1年間をね振り返ると、ああ子供の運っていうのは親が作ってるなという一言でまとめていいのかどうか分かりませんけどね、今日はそんな気分だったんで話してみました。明日になったらちょっと考え変わってくるかもしれません。